癖だわ。でもこれが練習だから。でもこれは人に徹底されてやるのと自分でやるかが本当に実力差になる。OK。ハルキ FJ で小さい方法。一番小さくないでしょ。メジャーのチームいても一番チビって言われる。だから舐められる。でも後で実力で巻き返す。まあ誰よりも頑張る。それで。あ、今が下手とか、こんなのどうでもいい。後で巻き返す。俺は中学校入ったのに一番下手だから。だって素人だもん。他はミニバスケ。俺は素人。ドリブルの付き方もこんなの。ここから始まってる。ハルキはもうつける。できる。まあ、意識する。速度を上げる。全力でやる。絶対人に伝わるから。3年間やってるから、ものすごい選手になれる。自分の持ち味はシュートと、スイッチとスイッチ。はい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 。いいよ。ああ、これでいい。は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 い。
回ストップ。あ、今しんどいだろ、しんどさに負けるの。ここも自分の超えるところ。ぶっちゃけ外走ってこい、5キロ走ってこいって言われたらめっちゃきついよ。今でもこっちの方が疲労感的にはきつい、脚力もきつい、ね、でもただ5キロ走ってこいって言われて体力つけるのと、ここで全力出して体力つけるのとは絶対こっちの方がいい。ただ走るのはしんどすぎて死んじゃう。5キロぐらい、4キロぐらいになったらほんとしんどいけどなってくれ、ここで全力。本当に変わるよ、脚力が変われば感じる速さが変わる、心肺機能が上がれば心肺機能が上がるから陸上の順位が上がる。バスケ選手が陸上が速いのに、高校行ったら陸上部に行ってるから、これぐらいの上部が行ってるから、だからしんどくなんかあります。レブロン、カリー、アーミン、みんなあの辺も進んでるけど、めちゃ死ぬほど走ってるから、そこの選手が陸上部に行ってるから、で心肺機能、行こう、全力行こう、行くよ、よし、ナイスナイスナイス、よしよし、はい、グッショー。